昔々、美しい一人の奴隷がおりました。彼を縛るものは重い鎖ではなく、お姫様の愛情でした。日ごと夜ごと、お姫様は奴隷に愛をささやき、奴隷はそれに応えます。縛られた体、縛られた気持ち。動けないでいるのは、奴隷とお姫様。本当はどちらなのでしょう。呼んでいる声、さあ目を覚まして、泣き顔ぬくうて、眩しい光、木々のうつゆ生まれる。誰も知らない秘密の水辺で、踊れ命のパチと、今日も夢見てる。それは優しく激しい流れ目、続くレビュース。私は行こう、握りしめる夢。なぜ一人で歩ける？ダメ。そうか、プリンセスチュチュに助けられて。手当てなんて余計なことしやがって。おい、マキア、傷どう？傷どうじゃねえ、なんでチュチュのまんまなんだ？男子寮に入るのに普段の格好じゃまずいかなって。なんか変？いや、世話をかけて悪かったな。そんなの全然。大丈夫、動ける？ただし、だからといってお前と協力はしないからな。でもミュートを探しに行くんでしょ？そのくらい協力してもいいじゃない。一緒にミュートを探そう。何もかも忘れてしまえばいい。そうして全てを私で満たしていけばいいのよ。ここには誰も来ないわ、私とあなただけ。だからあなたは私だけを愛すればいいの。私だけを愛していると言って。僕はクレールだけを愛してる。本当に？本当に。まさか、どれくらい愛しているなら、私に笑ってみせて。火祭りの夜のように。どうやって？元のお人形さんに戻ってしまったの。無理やり心を引き抜いたから。そのせいで他の心も全て閉ざしてしまったのね。それならそれでいいわ。他の誰かを愛するくらいなら、愛さない方が
あなたがいけないのよ。私がこんなに愛しているというのに、私を見てくれないから。うん、悪いのはあなたじゃないわね。そう、あなたが心を取り戻したりしなければ、何もかもうまくいっていた。私もカラスであることを思い出さなくてもよかった。全部あの邪魔者のせい。邪魔なんだもの。退場させるのなら早い方がいいわよね。一人の王子に姫君は二人もいらないね。エルド・ロセルマイヤー。何？ベッド？今私を呼んだのか？どこかで見ているんでしょ。私を呼ぶとは侮れん。私が最高のお話を聞かせてあげるわ。本当？最高のお話には最高の収納、それにはふさわしい舞台が必要よ。うん、そうだね。それならばとっておきの舞台がある。200年の間誰も立ち入ることのなかった湖、そっちへご案内しよう。ミュート、ここにもいない。いるさ。俺たちが見つけられないでいるだけだ。うん。あ、レッスン室は？は？今頃レッスン室で踊ってるかも。なんでだよ。え、だってミュートは踊るのが好きだから。なわけないだろ。だって前にさらわれた時もいつの間にか戻ってたでしょ。だから今回もそうかもって。それにもう思いつくとこないし。ダメ元で行ってみるか。え、あ、待って。日曜の学校って静かだね。まあな。あ、ミュートかも。私の日曜練習の邪魔をするのは。アヒルさん、私のたゆまぬ努力の邪魔をした罰として。そっ